はい、皆さんこんにちは、マガです、今日はね、今石川県羽咋市の方に来ております。ここからね、ちょっと氷見の方に抜けていく道を、国道ちょっと何番かわかんないですけど抜けていこうかなということでやっていきましょう。はい、そんなわけで地震があってからちょうど18日経過したところでございますが、意外と、ちょくちょくね、家の瓦が落ちちゃってるお家はあったりはするんですが、羽咋の町中の方は特に被害もなさそうな感じでございますよ。おそらく見た感じはね。一応ね、この先の山道は通れるらしいので、だからこの左のお家の、ブルーシートしちゃったり、ところどころこういうとこはあるんですけど、ニュースで見るような倒壊しているお家とかは今のところはないですね。今日の朝も7時20分ぐらいに震度4あって、いつまで揺れるんだろうって感じですけど、でもニュースだと氷見の方も多分海岸沿いはひどそうだったから、どうなってるかわかんないですけど、あの正面の左のうちの瓦とかもなんかすごい形になってる、なんか波打ってる、ねじれてるよ。うわ、すげえな。なんか今日積み込みしたところのお客さんが牛津っていうところがお家で、七尾のちょっと上の方なんですけど、携帯で写真撮ってて、いろいろ道路とかもね、動画とか撮ってたの見せてもらったんですけど、すごかった。道路の方はね、なんだろう、だいぶとりあえず砂利を入れて通れるようにしているようなところが多くて、応急処置だけどだいぶ治ってきましたよっていう話はしてましたね。見ての通り結構古いお家ばっかりだけど、
丈夫そうだね。そう、ちなみに今日はね、今からあの福島県の西、白川というところに向かっております。とある、カメラメーカー様に向かっておるんでございますが、まあ、僕の使っているメーカーではないのが残念でございます。まあ、こんなとこなんか駐車場できたんだ、知らなかった。まあ、国道415号線ですね。なんか山だから崩れて通行止めとかになってるかなと思ったんですけど、普通に通れるらしいので、この辺は割と何ともなかった地域になるんですかね。だいぶ揺れで危ないお家もあるんだろうからね。なんかこの蕎麦屋さんがめっちゃ繁盛してる。有名なのかな。山崩れたようなブルーシートしてあるところはあるね、一箇所。すごいね、なんともない感じだね。この辺はもしかしたら地盤が硬いのかな、わかんないですけど、あんだけ揺れたらこの辺とかね、めっちゃ崩れそうだけど、段差注意ってことはやっぱり多少被害は、道路割れてるね。道路が
割れてます。ここはどうなったんだろう、わかんないけど多少被害はやっぱりありますね。わあ、なんかいっぱいこの辺。ここはどうしたんだろう。ここも多分道路が段差になって落ちちゃってるね、若干多分5センチ10センチぐらいね。ここも段差がすげえできてる、右の端側が。ここも多分だいぶずれてる、落ちてると、へこんでるって言ったらあんまりに分かんない。ここからね、富山県の氷見市、徐行って書いてあるところは多分なんか調子が良くないんだろうね。この辺とかは直した跡がある。怖え、これ人が。こことかは何ともなかったんだね、このトンネルは。今回福島行って、帰りの荷物が埼玉まで行かなくちゃいけないんですけど、まあ、結構距離あるんですけど、まあ、うちのお客さんで、復興のための、荷物を運ばなきゃいけなくて、なんか小学校の荷物だったんですけど、まあ、大型は行けないので僕は金沢まで運んで、ここから4トンで持ってくみたいなんですけど、何台かで飲料水が置いてある。どうだ、まだ断水してんのかな、この辺。この辺のお家も瓦がダメになってるとこがあるね。さっき段差ありという看板が一番怖いわ。この応急処置で、応急じゃないのか、ちゃんと直したんだね。あそこも今直してんのかな、多分。
正面ね、そんな感じがするね。一生懸命直してくれてるよ。まあやってちょっとずつ復興していくんでしょうけど、道路ひび割れとかいっぱいあるんだけど、もともとがあんまりいい道じゃないから、地震なのか元からなのかがよくわからないです。ここから能越道に行って、およそ700メートル先左方向で、小矢部の方に行って、そこから北陸道、磐越道、東北道になるのか。今月はね、1月は東北に行くのが2回目。なぜかね、冬になると増える東北の荷物。夏の虫でひどい時も嫌だけど、冬の寒い時も嫌だね。磐越道とかめっちゃ凍るから怖いんですよ。とかもすごいことになってるな。右方向です。わあ、この辺がひどいかも。思っていたより。瓦がなんか落ちてるお家が目立つ気がする。新しめのうちは大丈夫そうだけどね。
して相変わらず狭い。クレーンが作業してるね、奥の方で。あら、この辺はお家の壁がなくなってブルーシートになっちゃってる。この先段差あり。氷見はこんな感じですかね。おうち、大型が来た。結構大型走るんだよね、ここ。さあ、そんなわけで無事に羽咋から氷見までやってまいりました。およそ700メートル先、氷見インター前を右方向です。ここからね、能越道で走っていくので、今日はこの辺までかな。地震で50キロ規制。あ、七尾方面ね。さあ、そんなわけで皆さん、今日の動画はここまで。まあ今更だけど、415羽咋から富山の氷見に抜ける道は走れますということで、大型でも走れますということで。よいしょ、ここから能越道でございます。ということで、頑張って福島まで行ってまいります。また次の動画でお会いしましょう。ママでした。バイバイ。能越道もボコボコになってんのか。ゆっくり走ろう。